おはようございます。マイとの対話へようこそ。今日は2019年2月21日木曜日です。今日も聞いてくださってありがとうございます。みんなでサクッと夢を叶えるラジオ、今日のテーマは自分の世界一になろうです。今日もよろしくお願いします。まずはみんなで夢を叶えるラジオなので、あなたの夢、それを夢、まあ幸せだと思うんですけどね、あなたの夢とか幸せとかを象徴するシーンっていうのを思い浮かべてみましょう。まずは今日という一日を象徴するシーン。まあ何か予定がある人はその時のイメージでもいいし、寝る時には今日もいい日だったなっていうふうに思うでもいいし、はい、どうでしょうか。そうですね、私はちょっと今日はもう予定があって、その時の、まあ、こういうシーンっていうのはちょっと思い浮かべています。はい。それから理想の人生ですね。理想のいい、私は本当にいい人生だったって思えるような、それを象徴するような場面を頭にイメージで思い浮かべてみてください。これが夢を叶える大切なポイントです。はい。それから今日感謝したことですね。まず思い浮かべることも大事なんですけど、まずはその今の現状に感謝できることっていうことがまたですね、夢を叶える大事なポイントになります。で、これをやっていくことによって、まあ、夢は叶いますし、叶う叶わない関係ないっていうような状態になる、一番いい状態になれますので、これはですね、ぜひ一緒に練習してみましょう。で、私のですね、昨日の3つの場面は、1、3人でつつくタルト、2、最後のメール、3、当たり前じゃなくてありがとうっていうことでですね、まあこれどういったことかって言いますと、昨日はですね、ちょっとね、ハッピーマスターズクラブのね、打ち合わせがあったので、そのちょっと手土産にですね、その近くでタルトを買っていたんですけど、これはですね、まあちょっとお友達から福岡で、まあ、一番美味しいと聞いていったんですね。それでお店の人に、今日は福岡で一番美味しいタルトだと聞いて買いに来ましたって言って、まあ選んだりしてたんですけどね、もうそれを言った瞬間ですね、お店の方はもう表情がパッと変わって、なんかちょっとすごいちょっと疲れてらっしゃったんですけどね、すごい嬉しそうに、あ、そんなこと言われたの初めてです、嬉しいですということでですね、まあ本当に美味しそうなタルトがいっぱいあって、その中から3つ選んでね、持って行ったらですね、そこのまあ持って行ったね、湯浅夫婦のお宅もですね、まあ、ここのタルト美味しいよねって、初めてこの前もらってびっくりしたみたい。で、まあ、みんなでですね、3種類買っていったのを、まあ、みんなでこう食べたという。まあね、そういった感謝したこと、まあ、ね、そういう、例えば、素敵な、福岡で美味しいって言われる、一番美味しいって言われたお店を紹介してもらえる私とか、そのお店に行ける。それから、大好きな人たちとみんなで食べれたとかね、それがありがたいですね。その、はい。その時間。はい。で、2番目、最後のメールですね。これはですね、まあ、あるお友達のね、大切な親友の方が昨日ちょっと亡くなられたそうなんですけどね、その最後のメール、最後のメールは、これだったみたいなことを話していて、で、その命、必ずね、人は別れが来ます。どんな人とも最後ね、死で別れるわけなんですけれども、まあ、それについて私は正直いつも考えています。それはまあ、なんか、まあ自分のね、大事な、まあ、
本当に最初は、一番最初は、自分の妹がね、家族の中で一番最初に、8人家族の、ね、中で亡くなってしまったっていう経験もあるし、私はなぜかそのことを生きるとは死ぬとはってなんかずっと考えてきたので、いつも考えてるんですけど、だからそのことを考えるので、今っていうものを、まあ、大事に今はできてるかなって思うんですけど、なんかその、まあ別れは悲しいですけど、でもなんか毎日、もうこれが最後かもしれないっていうふうに思えて、なんか先送りにしないで生きれてるっていうことに私は感謝できたなと思います。感謝できたかなと思いました。はい。それから三つ目は、当たり前じゃなくてありがとうなんですけど、まあこれもですね、まあある方と話していて、こういうことを生きている間にさせてもらえることがありがたいっていうふうに、まあ言われたのを、その方が言われたのを聞いて、私はそれをすごく感動したし、まあそういう人とね、お付き合いできることをすごくありがたいと思いました。まあ、なんだって本当に生きているからできる。生きていることは本当にたまたまであって奇跡です。昨日も今日も生きれている。明日は生きれるかどうかわからない。まあね、ちょっと本当大げさかもしれませんけど、まあそういうふうに思って一日一日を大切にして、いきたいなと思っているんですけど、まあね、そういったことをね、また教えてくださったその言葉に感謝しました。今日のテーマです。自分の世界一になろう。世界は人の数だけあるよ。1。自分の世界には自分だけしかいない。2。人と比べる必要はない。3。理想の自分と今の自分を比べない。まずですね、昨日私夜2つ、体のね、レッスンが、まあ、ちょっと2つあったんです。連続でね。お家にちょっと来てくれて。で、その中の話でちょっとしたことなんですけどね。とにかく、私たちっていうのはすぐね、人と比べてしまうんですね。でも、まあこれは、まあ一つの考え方。私が、まあ自分が、まあ気に入ってる考え方なんですけど、私は世界一可愛い。例えばね、世界一可愛い。自分の世界で。っていう感じなんですよ。私は世界一優しい自分の世界で、とか、なんかまあ何でもいいんですけどね。はい。この自分のっていうことをつけるだけで、いきなりみんな世界一になれる。ね。まあ別に一にならなくてもいいんですけどね。とにかく、そうそう。比べる必要がないってことですね。私の世界には私しかいません。これね、私この考え方を採用しています。世界には人の数だけ世界があって、その世界と世界が、触れ合うんですよ。実際に会った時や、まあ、インターネット上でも触れ合えます。本とかでも触れ合えますけど、いろんな形で、その私の世界と誰かの世界が触れ合ったり、何人かの世界が、その時、一時期触れ合うのが、まあ、それがコミュニケーションだと私は思うんです。それを採用しておりまして。まあ、そうするとですね、なんか、なくなってくる悩みとかもあるかもしれませんね。そう。で、人と比べる必要はないから。で、これですね、一個もう一個大事なポイントがあって、3番目の理想の自分と今の自分を比べないってことなんですけど、結構ですね、人と比べなくても自分の中でも比べちゃうっていうのがすごくあって、私はね、そのタイプなんですよ。私ね、あんまり人と比べる感じじゃなくて、人と比べるということは本当にあんまりしてなかったんですよ、子供の時から。ただ私は理想の自分と今の自分めちゃくちゃ比べて、
苦しんでました、勝手に。で、あの理想の自分と今の自分っていうのも、あの比べてもいいんですよね、気持ちが落ちなければ。で、理想のね、あのシーンを思い浮かべましょうとか言ってますから、それはそれでいいんです。ただ、それをと今の自分を比べる必要が全くない。あ、比べて、あの落ち込むとかいう必要が全くないってこと。あ、理想の自分はこういう状態なんだ。今の自分はこういう状態なんだ。まあ、それだけなんですよね。うん。そう。だから、自分の世界一だし、まあ、もう今が、もう、今でそのまんまで OK みたいな感じかなと思うんですけど、この自分の世界一になろうっていう考え方をすると、まあ、楽になる人はやってみてください。はい。あなたが自分の中にある無限の可能性に気づき、望む未来を作り出せますように、いつもあなたのことを応援しています。船越舞でした。チャンネル登録といいねをお願いします。また明日お会いしましょう。